ちのギルドハウスに王子班のスペースを用意したで。お菓子も用意しとくさかい、いつでも来たってな。ミラクルマホリン、くるくるみーん。こんなところでこんなに大きくてかわいいクマさんと会えるなんて思わんかったわ。クマさんは今日からうちの子やで。魔法魔法王国で一緒に暮らそな。あれ、荷物がぎょうさんありすぎて持たれへん。ここに置いてくわけにもいかへんし、どないしようか。あ、王子はん、こんなところで会えるやなんて。やっぱりうちらはどんな時でも出会う運命なんやな。でも手伝うってええの？荷物今日さんあるんやけど。おお、驚いたわ。王子はん、初めて会った時より力持ちになってる。どんどん素敵になっていくな。惚れ直してまうわ。じゃあお言葉に甘えてギルドハウスまで。あの子、もしかして迷子やろか。あ、王子はん、うちも行くから待っておくれやす。え、お兄ちゃん誰？え、お母さんを探してくれるの？ありがとう、お兄ちゃん。はい、追いついたわ。あ、王子はん、今度はどこに行くん？この子の母親を探しにって。せやったらうちも、もう、行ってしもうた。相変わらず、困った人を見かけたら、すぐに助けに行ってしまうんやな。そんなところも、王子はんらしくて素敵や。あのお兄ちゃん、王子様なの？そうやで。うちだけやのうて、みんなを幸せにしてくれる素敵な王子はんや。だからきっと、お母はんもすぐに見つけてくれるで。絵本でしか見たことなかったけど、王子様ってかっこいいんだね。早速女の子を笑顔にしてる。やっぱり王子はんはみんなを幸せにしてくれるんやね。ここにいたのね。もう心配したんだから。王子様？とにかく見つかってよかったわ。あの、カオンの真帆さんですよね。お二人には何とお礼を言っていいやら。お母さんを見つけてくれてありがとね、お姉ちゃん。王子様、今度はお母さんと離れたらあかんで。本当にありがとうございました。今度お礼に伺いますね。バイバーイ、お姉ちゃん、王子様。あの子のお母さんが見つかってよかったわ。これも王子さんのおかげやね。あれ？
ジホン、なんや疲れてるん？息も荒いし、よう見たら汗もすごいし。そうやったんや。お疲れ様、オージハン。とにかくどこかで休憩した方がええな。あのお店とかで。お？それより探している途中に見かけたおばあさんの荷物運びを手伝ってきてええかって。うちは構わへんけど、おじはんはどこかで休憩せんと。あ、もう行ってしもうた。あら、手伝ってくれるのかい？悪いね。あ、この荷物が重くて。に到着や。荷物運んでもろうって、おおきにな、王子は。今お茶を入れるさかい、その辺に座っておくれやす。そうなんよ。実は、王子はんに頼みたいことがあったんやけど。実は、大浴場を模様替えして、魔法魔法バスルームにしたんやけど、うちの子たち、あんまり感想とか聞かせてくれへんのよ。だから、誰かに入ってもらって、ちゃんとした感想を聞きたかったんや。ええの？おきに、王子は。ほな、お願いします。お疲れ様や。魔法魔法バスルームはどうやった？くつろげたみたいでよかったわ。あ、実はもう一つお願いしたいことがあるんやけど、ちょっと待ってな。とりあえずうちのクッションを組み合わせて、あとはレースのシーツをかけて、魔法魔法王国のソファー完成や。今度はこの感想をお願いしてもええ？ん？どないした？王子はん。さすがにバレてしもうとか。せやったら、えい！王子はんを膝枕や。抵抗しても無駄やで。今の疲れ切った王子はんでは、非力なうちにされるがままや。観念して、おとなしゅんしておくれやす。うちの勝ちやん。こういうのも新鮮やな。あのな、王子は、今日一緒におって思ったんよ。王子はんはどんな時でも優しくて素敵なんやなって。でもな、あんまり頑張りすぎたらいつか倒れてしまうで。王子はんが倒れたら悲しむ人がぎょうさんおる。王子はんの周りにおる人たちはもちろん、うちかて悲しいわ。お願いやから、あんまり無茶せんといてな。よろしい。今日ぐらいは、うちの膝で休んでいってや。それにしても、王子はんって撫で心地がええんやな。こ
髪もサラサラして。あ、もしかして眠くなったん？ええよ、眠っても。ちゃんと起こすさかい、安心して。あら、もう眠ったはる。相変わらず、かわいい寝顔やね。今日はとことん甘やかすさかい。覚悟しいや。王子はんの魔法魔法王国衣装完成や。さあ王子はん、これを着て一緒に魔法魔法王国に出発やで。お茶とお菓子はこっちに置いて。うん、準備完了や。王子はんと二人でお茶会やなんて、今日は最高の一日になりそうや。ケン君から音が。もしかして王子はんやろか。だったら迎えに行こか。ねえねえ王子様、頭を撫でるだけじゃなくて抱っこして。お姫様抱っこ。あれ、王子はんだけやのうて、お客さんがいはる？勝手に入ってきてごめんなさい。玄関で王子様とばったり会ったんですけど、中に入っていく王子様にこの子がついていってしまって。うちのギルドハウスは千客万来やから平気です。確か迷子になってたその子のお母さんでしたな。あの時は本当にお世話になりました。今日は改めてお礼をと思いまして。お姉ちゃん、王子様ありがとうございました。そんな気にせんといてください。これもうちらカオンの仕事ですから。あ、これはうちで焼いたケーキです。カオンの皆さんや王子様と一緒に食べてください。私も手伝ったんだよ。褒めて褒めて。ほんまに偉いわ。ケーキはお茶会でいただきますよってお気にな。では、私たちはそろそろ。いやぁ、王子様と一緒にいる。もう、あんまり王子様に迷惑かけちゃダメでしょ。王子はんは女の子に大人気やな。お嬢ちゃん、王子はんのこと好きになってしもうたん？私、お姫様になって王子様と結婚するんだから。お、またそんなこと言って。あんまり迷惑かけちゃダメでしょ。ほら、一緒に帰るわよ。マホさん、本当にありがとうございました。王子様、私がお姫様になるまで待っててね。あ、いつでも来たってな。さて、うちはこのケーキを切ってくるさかい、王子はんはあっちのソファーに座ってておくれやす。ケーキの切り分けはこんなもんやね。あとはお茶の準備をして。
であたし、お姫様になって王子様と結婚するんだから。分かってるつもりやったんやけどな。王子はんは素敵な人やから、うちの子だけやのうてみんながほっとかへんことなんて。子供に嫉妬なんてあかんな。はよ王子はんのとこに。王子はん、いつの間に。ああ、待たせてしもうて堪忍や、王子はん。すぐにお茶とケーキを持っていくさかい、もう少しだけ待っとってや。え？なんや王子はん、そんなにうちの顔を見て。いやわぁ、そんなに見つめられたらうち照れてしまうわ。これはそのケーキを切る前に玉ねぎを切ったからやで。とにかく大丈夫やから、向こうで待ってて。王子はん、急に抱きしめるやなんてどないした？しかも頭まで撫でられてる。うちはもう16歳やから、こういうことはうちらの年齢やと。この前うちに似たようなことをされたって。うちからこういうことするんはええんやけど、殿方からされるんはその恥ずかしい言うか。別に嫌なわけやないんよ。だから、その、続けてもろうて。王子はんの手、あったかいな。まるで、お母はんの手みたいや。こうやって、誰かに甘えたりするんは、久しぶりやな。殿方にこういうことされるんは、やっぱり、恥ずかしいけど。ずっとこうやって、王子はんに甘えてたいわ。王子はんのおかげで元気出たわ。うちはこんなに幸せにしてしまうやなんて、さすが運命の王子はんやね。ほんまはもう少し甘えたかったんやけど、わがまま言うたらあかんよね。王子はんの手が離れていってしまう。なんでうちの考えてることが。もしかして尻尾とか顔に出てたん？大丈夫やで。うちはそんな甘えん坊やないし。だからその、もうちょっとだけお願いして。王子はんとの絆がうちを強くするんやったら、もっと絆を深めんとあかんよね。
まずは、えい王子アンの手、とってもあったかいわ。とりあえず服は詰め終わったわ。あとは生活用品とお父さんからの手紙も一応入れとこか。お父さんからの手紙か。ほんま、どないしよう。あ、王子はんや、来てくれて嬉しいわ。あれ、でもその格好、宅配のバイト中なん？え？宅配先がここで返事がなかったから入ってきたって。堪忍な、王子はん。荷造りしてたから聞こえんかったんよ。実はお父さんから手紙で、そろそろ帰ってきなさいって言われてな。里帰りしようかと思ってるんよ。ああ、ただの近況報告やから、ランドセルには帰ってくるで。うちと王子はんが離れたりするわけないやんか。ただ、前にも言うたけど、うちの実家はお店をやっとってな。今は見聞を広めるためにこの町におるけど、いつかは実家のお店を継がなあかんのよ。いつか、か。いつなんやろな。あ、ぼーっとしてごめんな。王子はんが持ってきた荷物、受け取らせてもらうで。うん、王子はん、荷物を受け取りたいから、そないに光らんでもらえると助かるんやけど。図書館にこの本があってよかったわ。王子はんも見る？とってもおすすめやで。そないなこと言われても、近況報告で実家に帰ることが決まってから、なんだか勉強に集中できないんよ。そんなうちの心を癒してくれるんはこの大好きな本。勉強も大事やけど、この本を読んだら癒されるのにな。ちら帰ったらちゃんと勉強するさかい、ちょっとだけでも息抜きできたらな。チラチラ。王子はんならそう言ってくれると思ってたよ。うち本当にこの本が大好きなんや。姫と王子の恋愛物語なんやけどな。姫と王子は愛し合ってるのに、なんと二人の国は対立してたんよ。それでも二人は愛を貫こうとして、数々の困難を乗り越えて、最後は二人で天国に旅立ち、そこで結ばれるというお話なんや。ほんまはうちみんなが幸せになるお話の方が好きなんやけど、この物語の王子様とお姫様の誓いのシーンが大好きなんよ。あ、ここや。何があろうと二人の恋は実らないって神父庵に言われた後、それでも愛し合おうと決意した二人は互いに誓うんよ。たとえ死が二人を分かとうと、私は王子と共にあります。そして
王子が誓いの証として手にキスをするんや。せやろ、このシーンが大好きで、うちは何度も読み返したわ。きっと二人は天国で幸せになってるんやろね。大好きな人とずっと一緒やなんて憧れるわ。変わることもなく、離れることもなく、いつまでも一緒。うちもそんな風になれたらええな。うん、なんでもあらへんよ。ただちょっと考え事をしてただけや。当館はもうすぐ閉館となります。ご来館者様たちはお帰りの準備をお願いいたします。ああ、もうこんな時間なんや。そろそろ出なあかんね。あのな、王子はん、行きたいところがあるんやけど、一緒に来てくれへん？やっぱりここからの眺めはええな。王子はんの学校もうちの学校も全部丸見えや。うちこの町好きやで。お友達がいて、王子はんがいて、楽しいことばっかりや。地元の学校に行ってたらこんな楽しいことはなかったかもしれんな。あのな、王子はん、一つ聞いて。うちがこの町からいなくなったらどないする？お父はんから言われたんよ。実家の呉服屋を継ぐのか継がないのか、それだけは在学中に考えておいてほしいって。あと数年したらうちは答えを出さなあかん。別の道を進むんか、実家の呉服屋を継ぐんか、どちらにしてもこの町や王子はんともお別れかもしれへん。王子はん、うちらはあとどれぐらい一緒にいられるんやろな。なんや、ちょっと真面目に話してしもうたわ。忘れてもろうてええよ。さて、そろそろ帰ろか。王子はんの途中まで。え？王子はん？急にひざまずくやなんて、なんかあったん？それ、あの物語の、王子に誓います。私は、王子と、共にあります。おおきに、王子はん。うち、ほんまに嬉しい。これからも、ずっと一緒にいてな。うちの、運命の王子はん。おぉ。ごめん。その想像以上のことが起きてびっくりしたというか、見てるこっちが恥ずかしくなったというか。前に記憶喪失してるあんたは以前のあんたに比べて落ち着いてるというか、ノリが悪いって言ったけど撤回するわ。あんたはどんなになっても王子様ね。いいわよね、誓いを立てられながら手にキスをされる乙女の憧れだわ。さて今回はここまで。早く戻って真帆ちゃんを支えてあげなさい、運命の王子様。おにゃん。ああ、王子はん、もしかして
うち寝てたん？王子はんも寝てたんやね。王子はんが急に寝てしまうんは何回かあったけど、二人ともは珍しいな。しかも王子はんがうちに誓いを立てる夢を見るやなんて。え？王子はんも見たん？不思議なこともあるもんやな。あのな、王子はん、もしうちも夢のうちと同じような悩みがある言うたら、ひざまずいて夢を再現しようとせんでええから夢でも夢じゃなくてもやっぱり王子はんは王子はんよね。さて、王子はんの荷物を受け取ったら、うちも荷造り再開しよか。うちも夢のうちに負けんように頑張らんと。まずはうちが思っていることを、今やりたいことをちゃんとお父さんに伝えなあかん。ちゃんとできるか不安やけど、きっと大丈夫や。だってうちには誓いを立ててくれた王子はんがいるんやから。ミラクルマホリン、クールクールリン。それは乙女の秘密やね。ミラクルマホリン、クールクールリン。王子はんと一緒におるだけでこんなに幸せになれるやなんて。やっぱり王子はんとうちは運命の相手。ううん、きっとそれ以上の絆で結ばれてるんやね。二人の絆がある限り、ずっとずっと一緒やで。うちの運命の愛しい王子は。ミラクルマホリン、クールクールリン。王子はんと一緒にお仕事ができるなんて嬉しいわ。やっぱりうちらは運命で結ばれてるんやね。ああ、浮かれてたらあかんな。まずはカイドウの状態確認や。王子はん、あの石とか危ないやない？子供が転んだら大変やし、拾っとこうか。こっちは道が少し削れてるな。通信魔法は苦手やけど、早く修理してもらえるように報告しとこうか。いつまでも昔のうちやないで。魔法もお仕事もちゃんと頑張ってるんやから。通信魔法はちゃんと座標を指定してから、何やったっけ。大丈夫やで。最近はかすみはんにも教えてもらおうて、ちゃんとした魔法も一から勉強してるから。まずは魔力を止めて。あら、ところに魔物が現れるやなんて。探査魔法が完璧やなかったみたいや。とにかくうちに任せてや。
と、確か攻撃魔法の処方は魔力を一気に放つんやなくて、ちゃんと制御して。大丈夫やで、安心してや、王子は。次はちゃんと成功させるで。まずは魔力を集めてしっかりと制御しつつ。あれ、失敗してしもった。また最初からやらんと。あ、王子は、そんなに近づいてきてどないした？逃げようって。でもまだ魔物が。随分と街道から外れてしまうとね。暗くなってきたし、そろそろなんとかせな。魔物はまだ近くにいるみたいよね。大丈夫やで、王子はん。さっきはうまくいかんかったけど、今度はちゃんとやるから。それはあかん。あ、ここに、王子はん。大きな声出してしもて。だけど、いつもの魔法じゃあかんのよ。うちがちゃんと勉強した魔法やないとあかん。そうやないと、うちが頑張ってるっていう証明にならへんから。実家に帰った時な、お父さんにうちの考えていること、思っていることをちゃんと伝えたんよ。ギルドマスターとして今までにない経験ができてること、みんなと一緒にいると時間を忘れるくらい楽しいこと、そして王子はんに出会えたこと。お父はんは本当に嬉しそうに聞いてくれてな。頑張ってるなって褒めてくれた後にこう言うてくれたんよ。今は店のことを気にせんでええ、やりたいことをやりなさいって。うち嬉しゅうて。本当なら実家を継ぐための勉強もせなあかんのに。でもだからこそうちはお父はんの信頼に応えなあかん。魔法もギルド経営もちゃんと頑張らんと。まずはあの魔物を探してちゃんと勉強した魔法で。王子はん、急にうちの手を握るやなんて。嬉しいんやけど、今は魔物を。でも、うちはギルドマスターやから、一人で何でもできるようにならなあかんし。それにうち、実は結構甘えん坊やで。あんまり甘やかすと甘えっぱなしになってしまうで。それでも、王子はんを、頼って、で、ええの？王子はん。さっきの魔物みたいやね。王子はん、うちを強化してもろうて。もう大丈夫やから安心しておくれやす。うちは
カオンのギルドマスター。そして、魔法魔法王国のプリンセスやから。魔力がどんどん高まってく。それになんだか新しい力が湧いてくるみたいや。ほんまに王子はんはすごいわ。どんな時でも誰かを助けようとする王子はんの優しい心がうちを強くしてくれてるんやろな。おおきに、王子はん。うちの弱さも頑張りたい気持ちも全部受け入れてくれて大好きやで。うちの運命の王子は。さーて、魔物をマホマホ王国にご招待や。ミラクルマホリン、クールミンパー。まずはみんなでお出迎えや。みんな出てきてや。一緒にお出迎えするで。次はマホマホ王国のスイーツでお客様をおもてなしや。マホマホケーキにマホマホドーナッツ、そしてマホマホキャンディーの飴あられや。さーて、縁も竹縄や。そろそろ魔物にご退場いただこか。みんなで一緒に行くで。ミラクルマホリン、クルリンパー。みんなで一緒にクルリンパー。なんとか倒せたみたいやね。でもちょっと力を使いすぎて。王子はん、抱き留めてもろうって大きにな。でもうちはもう明かしまへん。やっぱり王子と姫は悲恋に終わる運命なんやろか。王子はん、一つだけお願いして。うちのことはお姫様抱っこで町まで運んでな。うん、ええ感じや。あ、でももう少し体をくっつけてもろうた方がええかも。あとできれば王子はんの顔が近い方がええから、もう少し持ち上げてもろうてもええ？あ、それと王子はんの顔の角度なんやけど。さすがにバレてしもうたか。あ、おるさんといて。今日はこのまま王子はんにずっとお姫様抱っこしてもらうんやから。甘えるってさっき言うたやんか。自分で言うたことには責任取ってもらわんと。もう今日だけやのうて、ずっと王子はんに運んでもらおうか。冗談やん。もう下ろしてもらってもええで。あのな、王子はん、もっかい聞いて。うちは甘えん坊やし、細かい魔法も苦手。ギルドマスターとしても未熟や。こんなうちやけど、一緒に頑張るだけやのうて、その、そばにいてくれる？おおきにな。
うちの運命の愛しい王子は。